こんにちは。 SCP 大好き、弥生です。今回も SCP オブジェクトの紹介をしていきたいと思います。これまで紹介してきた SCP は怖い系が多かったと思うので、今回はめちゃくちゃ可愛い SCP、 通称 iPod の特別収容プロトコルを読んでいきます。では聞いてください。 SCP-131 アイテム番号 SCP-131、 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-131-A と SCP-131-B に対して特別な収容手続きは取られていません。制限区画に入ろうとしたり、施設から出ようとしない限り、サイト19内を自由に移動させて構いません。 SCP-131 と触れ合うのは構いませんが、それらが職員に対する愛着を持ってしまうことを防ぐために最低限の接触を推奨します。常に1時間ごとに居場所を確認します。もし居場所が確認できない場合は、レベル1封鎖処置が行われます。悪用・虐待が確認された場合は厳重に処罰します。説明。 SCP-131-A と SCP-131-B、 職員から親しみを込めて iPod と呼ばれていますは、およそ30センチ1フィートの体長で、中央に1つの青い目を持つ一対の涙型の生き物です。 SCP-131-A はバーントオレンジ、 SCP-131-B はマスタードイエローの色をしています。それぞれの底部には移動を可能にする車輪のような突起があり、それらが本来は生体機械である可能性が示されています。 SCP-131 はとても速く移動でき、わずか数秒で60メートル、200フィートを移動することができます。しかしながら SCP-131 にはブレーキシステムがなく、非常に愉快であるとは言わないまでも数件の壮大な事故を起こしてきました。また垂直な面を登る能力も持ち合わせていて、通気口で迷子になったことも一度だけではありません。 SCP-131 は家猫のような知性を持つようであり、とても強い好奇心があります。ほとんどの時間、 SCP-131 はただ施設内を回り、仕事中の職員を観察したり、セーフクラスの SCP を覗き見たりしています。 SCP-131 は互いに訳しがたい好調種のざわめきを通じてコミュニケーションをとっているようです。 SCP-131 が瞬きをしたところを観察されたことは一度もありません。実験室において18時間以上にわたりビデオ記録された時でさえ瞬きをしませんでした。 SCP-131 は愛情を持って接すると快く反応し、まるで子犬が人間に懐くようにすぐ懐きます。懐いた人または物に制限区画でも関係なしにどこまでもついていきます。好奇心が強いものの、近くの危険を察知することもでき、もし懐いた対象が SCP-131 が危険と考えるオブジェクト、例えばユークリッドまたはケテルクラスに近づくと、その足元または適切な獅子を回り、警告するように慌てた様子で騒ぎます。そのため日々ユークリッドやケテルクラスと関わり、危険に直面しているサイト19の職員は、繊細な作業や実験中に注意散漫になり、 SCP-131 自身も危険な目に遭ってしまう可能性があるため、懐かれないようにしてください。ホイ131-1参照。懐いた人から長時間放っておかれると、やがて関心を失い通常の行動に戻ります。 SCP-131 は職員によるケアやメンテナンスを必要としません。食事をしない、排泄物を出さない上に睡眠もとりません。唯一視覚の刺激のみが必要であるようです。ただし確証を得るためにはさらなる研究が必要です。 SCP-131-A と SCP-131-B は1900年にの外れのトウモロコシ畑で見つかりました。即座にサイト19へで輸送され、それらが見たものが何らかの敵対組織に対して通信されていないことが確認された後に、セーフクラスに格下げされ、サイト内を自由に行動できるようになりました。ホイ
1311年月日 SCP-131 は SCP-173 のコンテナ清掃スタッフを追っていました。 SCP-131 がスタッフに対していつも通りに警告を出し、それが無視されると任務についていたそのスタッフと他の2名のスタッフよりも先にコンテナの中へ急いで入っていきました。一旦中に入るとスタッフは SCP-131 が SCP-173 の前に座って見つめ続けないと SCP-173 が動くことを知っているかのようにじっと見つめていることに気づきました。スタッフは SCP-131 を無視して通常通りの手続きに従い、2週間ごとの清掃作業を行いました。スタッフが退出するときも SCP-131 は SCP-173 から決して目を離さず、ゆっくりと交代して退出していきました。現在 SCP-131A と SCP-131B を SCP-173 または SCP-689 のような同様に監視が必要な SCP の監視役として利用することが考慮されています。以上です。その多くが人類、世界までもの存続を脅かす存在ばかりの SCP ですが、 iPod のように無害どころか懐いた対象を助けてくれるような可愛い SCP も存在しています。ちなみにホイに出てきた SCP-173 は以前投稿した彫刻オリジナルのことです。その他にも感動系の SCP やなんだそれと笑ってしまうようなジョーク系の SCP などもたくさんあるので、今後も紹介していきたいと思っています。ぜひアップバンク放送部のチャンネル登録よろしくお願いいたします。では。